皆さん、こんにちは。国際交流基金、ケルン日本文化会館の東です。今日は、多読、多読授業とオリジナル多読ブック作成方法というお話を、えー、いたします。で、なお、この、えー、お話はですね、2022年5月にですね、えー、ケルン日本文化会館の方で行いました、日本語教師研修会春。 の内容を、えー、今回ですね公開動画公開にあたってもう一度収録し直したものです。内容はほとんど同じです。ただあの研修当日はあの実際に、えー、多読の模擬授業を行いまして、えー、体験してもらったんですけれどもあの動画の方ではそれはちょっとできないのでそちらは割愛いたします。 それでは、多読、多読授業とオリジナル多読ブックの作成方法について始めていきます。よろしくお願いします。はい、本日の流れです。えー、まずはじめに、多読の基本についてお話しします。それから、えー、多読授業の方法、オリジナル多読ブック作成方法、多読,多読ブック、えー、作成活動ということで、 この4つについて盛りだくさんですね。はい、えー。順番にお話をしていきます。目標なんですけれども、えー、まずはじめに1番ですね。多読の基本を理解する。2つ目。多読授業の方法を学ぶ。3つ目。オリジナル多読ブックの作成方法を学び、実際に作ることができるようになる。4つ目。 読ブック作成活動について学ぶということで4つの目標をえ立てますで。この動画を見ていただいた後にきっとこれができるようになればいいなと思っています。ただ1回見ただけではなかなか難しいと思いますので、えー、分かりにくい部分は何度も見ていただいてですね、えー、理解していただければと思います。で、あのー、こういう研修 ですねあの教師研修などをしていていつもあの言っているんですけれども、まあ、あの聞いて「おおそうか分かった勉強になったわ」で終わってしまうと非常にもったいないです今皆さんねこの動画を見ながらなんやこの大阪弁の兄ちゃん何かよしんなと思いながら聞いてくださっているとは思うんですけれどもこの今聞いてくださっている時間も無駄にしないためにも是非えー この聞いていただいた内容を、すべてじゃないですよ。使えるものは、実際に授業で使っていただきたいですし、やっていただければ幸いです。はい。えー、では、えー、この目標に向かって始めていきましょう。はい。それでは、まず、多読の基本についてお話ししていきます、えー。写真を見てください。あの、すごく集中してね、本を読んでます。 それから、えー、この右の写真ですね。あの、机の上にたくさん本が並んでいます。なんかあの、色がですね、机の上に赤とか黄色とかピンクとか、えー、紺色の布が敷いてあって、その上に本がたくさん並んでいますね。はい。えー、では、まずはじめに質問です。多読とは 何でしょうかこの、えー、動画を見てくださっている人の中でですね、多読を実際にやったことがあるよという方、えー、どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。はい、えー、今ですね、この, <laughs> あのスマホなのかパソコンなのかタブレットなのか分かりませんが、えー、この動画を見ながら、振られて手を挙げてくださった方、ありがとうございます。 はいえー、どのぐらいいたのかちょっと私には見えないんですけれども、まあ、あの結構な方が、えー、多読というのをあのやったことがあるという方、えー、いるのではないでしょうか。まあ、反対に、え、多読い聞いたことはあるけど、いや、全然やったことないですと、えー、いう方もいるかもしれません。もしかしたら、えー、英語であったりとかですね、えー、外国語を学習するときに、 多読というものを体験ししした方もももいらっしゃるかもしれませんいやもう、多読で、えー、その外国語をしっかりマスターしたという方もいるかもしれません。そういう方は別にあの今回聞いていただかなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけれども、はい、えー、多読とは何でしょうかはい、皆さん、えー、お時間差し上げますので、ちょっと考えてみてください。多読って何やろ一言で結構。 三、二、一、ブー。はい。えー、いかがでしょうか何か答えは出ましたでしょうかはい。多読というのは、読みたいものを楽しみながらたくさん読むことです。なんやって、もうその、人、ね、読んで字のごとくやないかと思われた方たくさんいるかと思いますが、ここを忘れないでください。そうなんです。 読んで字の孤独なんですよ。なんですが、その基本を皆さん、これ、多読の授業をやりましょうとか、多読を教材として使いましょうとなると、結構、ポーンとですね、この読みたいものを楽しみながらたくさんというのを忘れがちなんです。はい。ですので、もう初めに、えー、押さえておきましょう。多読というのは、 読みたいものを楽しみながらたくさん読むことです。はい。これはもう皆さん忘れないでください。はい。で、えー、読みたいものを楽しみながらたくさん読むこと。で例えば、えー、ですね。例えばというか、まあ、具体的にいきましょう。はい。読みたいものをというのは、これは学習者自身が自分の意思です。はい。ここを気をつけてください。読みたいものです。 先生が読まませせたいものではありません学習者が読みたいものを、先ほどあの、机の上にたくさん本並んでましたよね。ああいった形で並んでいる本の中から、学習者が自分の、あこれ読んでみたいと思ったものを自分の意思で選んで読む。はい。そこです。これ読みなさいって言ってくだされるのではなくて、先生に読まされるのではなく、 学習者が読みたいものを自分で選んで読むと。はい。ここ大事です。それから楽しみながら。これも大切ですね。あのー、例えば、国語の、えー、昔ですね、小学校の時に国語の授業で、えー、教科書を読みなさいと、えー、ありましたけども、あれ楽しかったですか <laughs> どうでしょうか まあね、音読で読んで先生に、いや何々さん、東さん上手ですね、とか言われると、おおなんか、ふふんってなるかもしれません。しかし、実際にみんながみんな、あの教科書を読むの楽しかったでしょうか何々さんが読んでるのを聞いて、皆さん、ね、誰かで音読してくれてるのを、えー、自分は黙読しながら、それ楽しかったでしょうかいかがでしょうはい。で、えー、多読の場合はですね、 楽しみながらということで、強制されずに先生に読まされるのではなく、ね、さっきも言いました、自分の意思で好きな本を選んで、強制されずに、はい、つまり、下にもつながります。えー、たくさん、マイペースで好きなだけです。自分の読みたい時に、読みたいスピードで好きなだけ読む。だからもう早く読みたい人はもう早くたくさん読んだらいいんです。 いや、私はゆっくりじっくりでいいんだと。45分かけて1冊でいいんだという人は、それでいいです。はい。いや、私はもうたくさん読みたいから、もう45分で5冊も10冊も読みますよという方は、それでもいいんです。はい。そこに、あの、なんかね、えー、多読だから、皆さん今日は10冊読みましょうとか言って、こう、ノルマを課してしまうと、それは楽しくないです。はい。営業部じゃないですからね。 はいえー、多読の授業では、そういうノルマ性を課すのはやめてください。えー、今日は3冊読もうとか、5冊読もうとかですね、はいえー。そういうことではない。販売実績、えー、10験とかですね、そういう競争をするのではなく、学習者は自分の意思で好きなだけマイペースで読むということを忘れないでください。もう一度言います。多読というのは、読みたいものを楽しみながら、たくさん読むことです。 でその時に自分の意思で先生に押し付けられたものではなく自分の意思で本を選びで、えー、強制されずにマイペースで好きなだけゆっくりでも早くでも結構ですはいねえー、それが多読ですまずここを押さえましょうで次です多読はこれもあの皆さんよく陥りやすいあの落とし穴です 多読は読書であって、勉強ではありません。はい。どうですかなんかもう詐欺みたいでしょあのー、この授業では好きなだけ本を読んでください。でもこれ勉強じゃないんですよ。テストもありません。皆さんがここにある本をこの時間は好きなだけ自分のペースでどれだけ読んでもいいです。もちろん、 えー、持って帰りたい本があれば、それを借りて持って帰ってもいいし、オンラインたどくライブラリーで、あ、えと、ー、でスマートフォンやタブレットで読んでもいいです。それから、付属の音声があるものは、読むのではなく、ねえー、ソファーでリラックスしながら、イヤホン、ねえー、最近ワイヤレスのイヤホンなんかも多いですけどもね、えー、便利になりました。はい、ああいうものをつけて、 もう目つぶってポカーンと口開けてですね、えー、聞くというのももちろんいい。それから、えー、動画になっているものがもしあるのであれば、その動画を見ながら、まあ、多感と言いますけれども、観察の感と書いて多感、多読は読むこと、多聴は聴、えー、ですね、えー、聞くことですね。はい、聴会の聴です。それから多感見ることですね、えー、動画を見ること。はい 多読、多感多聴、あとで申し上げますけれども、えー、どれでも結構です。はい。なんかそんな、そんな、虫そんな虫のいい話あるのと、詐欺じゃないの、先生。私をなんか騙そうとしてんじゃないの。と、学習者だったら思うかもしれません。はい。でも、これだけ押さえておきましょうね。多読は読書であって、勉強ではありません。どうですか子供の時に、えー、お父さん、お母さんに本を読んでもらったこと、 ああるるかもしれまませんねあると思います、えー、それから、おじいちゃん、おばあちゃんに呼んでもらった人もいるかもしれません。それから、私なんかそうでしたけど、まあ、あの近くにですね、えー、木馬館という,、まあどうでもいい、名前どうでもいいですけど、自動小の,児童の、えー、専門の本屋さんがありまして、そこに行って好きな本を買ってもらう。はい、でそれを もう家で何回も何回も繰り返して読むっていうのがもう楽しくて仕方なかったんですね。はい。で、でも、これは勉強で読みなさいって言われてたら僕多分読んでないと思います。はい。あれは自分が好きで読書として本が好きやから読んでたのであって、勉強として読んでいた感覚っていうのはありません、ね。皆さんいかがでしょうか勉強だと思って、例えば、トムソーやとか、 えー、三国志とか、何外国ばかりですね、ぐまちゃんとかですね、えー、何、何がありますかえー、と、エルマーとか、ま、いろいろありますけども、読んでましたかはい。えー、この多読はですね、授業で行いますが、読書なんです。なので、勉強ではありません。はい。なので、えー、テストなどもない。えー、これを、えー、はじめに伝えておきます。 それは困ると。いや、勉強じゃないとダメなんだという方は、ちょっともう、他読はもう忘れていただければいいんじゃないかなと思います。はい。あ、わかりましたよと。他読は読書であって勉強じゃないんだなということを、えー、アクセプト、合意していただける方は、どうぞこの先も聞いてください。はい。えー、さっきも申し上げましたけれども、学習者のスタイルに合わせて、読むのが苦手な方は、聞くのでもいいんです。 あの聞きながら読むのもありです、あのー、昔お母さんとかお父さんの膝の上座ってあの読んでもらいながら一生懸命覚えたばっかりの自由を追いかけていた人もいるかもしれません。はい、もう今本当に便利な世の中になりましたのでこの写真の右側のようにこんなわざわざパソコンに何、えー、ですかあのヘッドホンを、えー、接続して聞かなくても。 あのワ,イヤレスワイヤレスのですね、イヤーポーズですかのつけて、えー、スマートフォンピッてやったら聞こえてくるわけですね。m p ーなんかもダウンロードできるものが非常に増えていますので、えー、たくさん聞くと。で、あのー、最近なんかでも、あのー、日本で、えー、テレビ番組で、ね、情熱大陸とかありますよね。ああいうのの、えー、アナウンサーの久保田ひとしさんなんか、すごくいい声なんですけども。 彼がコロナ禍の時に、あの、いろんな青空文庫の本を朗読してくれている YouTube とか、あとはコロナの時にたくさんあの芸能人の方が、えー、日本の昔話をあの朗読しているものとか、そういった有料なコンテンツが増えてきています。それからオーディブルであったりとか、まあ、あの、聞く読書ですよね。 もうすごく増えてきているので、あのバカにできません、えー。そういうものを読むだけじゃなくて、聞くというのもすごく、えー、良いスタイルになります。なので、ちょっとあの、何ですかね、えー、ディスレクシアかなあの読むのが苦手という方もいるかもしれません。そういった方には、そういう聞くというのも、えー、進めてあげるといいかもしれないですね。あとは、さっきも言いました、他感観察の感で、動画を見て、えー、いく。 であのさっきも言ったようにいろんなあのコンテンツが今増えてきていますので、はい、あの動画で、えーまあ、いろいろな物語を楽しむというやり方もあります。だからあの子ども向けのアニメであるとか NHK が作っているあの日本の昔話とか日本のお話の、えー、アニメであったりとかドラマであったりとかそういうものを、えー、見るというのも あのそれで物語を楽しむっていうのも一つの方法ですもちろんドキュメンタリー簡単な日本語で話されているドキュメンタリーを見て文化であったりとかその土地のことを知るというのも一つの方法だと思いますそれはレベルに合わせて、えー、やっていけば、えー、いいんじゃないでしょうか多読多調多感これはスタイルに合わせて、えー、行っていけばいいと思います はい、えー、多読の4つのルールです。この4つさえ守ってもらえば、はい、えー、多読の授業は成立します。が、その4つが非常に、こう、守ってもらうのが大変です。じゃあちょっと見ていきましょう。多読の4つのルール、4つですね。ご存知の方、いらっしゃいますかはい、えー ね、素直な方、手を挙げてくださったかもしれませんが、もしかしたら、こう、こう、こう、首をですね、聞きながら、えー、振ってくださった方もいるかもしれません。ちょっと見ていきましょう。まず、ルール、その1です。優しいレベルから読む。はい。えー、これ、非常に、えー、大切です。例えば、本当にもう、あの外国とかだと、まあ、多いのは、A レベルであったりとか、 え中級の、えー、初中級レベルぐらいの方っていうのは非常に学習者多いんですけども、あのー、もちろん、ねえー、上級の方とか、あのー、B2 レ,レベルとか C レベルの方もいると思いますでそういった方はもういきなりすごい難しい本から読もうとする人もいる,いるんですで私が以前,、あのー、前に勤めていた関西国際センター多読を実践していた、えー、時にあの勤めていた、えー、関西国際センター ではあのー、研究者の、えー、研修がありましてもうあの文学作品は読んだことあると。有名な例えば夏目漱石とか芥川之介、自分が研究している人の文学作品は読んだことあると。だけど、日本の例えば絵本とか子どもの話とか全然知りません。簡単な本、一切読んだことない。漫画も一冊も読んだことない。ただ 夏目漱石の本に関しては、もう辞書を首だけでひたすらこう読んだと。はい。そういった方にも多読参加してもらったときに、いきなり、じゃああなたは漱石行きましょうとはやりません。レベルゼロから、えー、読んでもらいます。はい。まずは、多読の基礎を固める必要があります。で、あのー、優しいレベルのものはすぐに読めます。あのー、まあ、そうですね。皆さんも、 多読の図書、えー、見ていただければ分かると思うんですけども、我々日本人、日本人というか日本語の教師ですね、すみません、日本人じゃない方もいると思いますので、えー、日本語の教師がですね、えー、読んでも、まあ、1分かからないような、えー、レベル0とか1のものは、1分、2分で読めちゃうものもあります。それでいいんです。多読なので、えー、簡単に読めるものでも、もうどんどん読んでもらう。そのために、まず慣れるために、基礎を固めるために、 レベルが高い方でも、まずは優しいレベルから読む。これが非常に大切です。はい。まあ、普通は自分のレベルに合った教材を選ぶっていうのが、あの日本語教育とか、こ教育の常と手段だと思うんですけども、多読の面白いところは、レベル0からですね。もしくは1からっていう優しいものから読むっていうのが、えー、ルールになっている。で、2番目。 辞書を引かないでよ。これが、これが皆さんね、大変なんですよ。学習者も大変。先生も大変です。はい。で、あの、推測する力を養ってもらいたいので、辞書は使わないんです。例えばですね、我々、現実世界において、こう、生活しててですよ。 例えば日本に横行ってるときに何かあったとか何か読んだ、駅で何か表情見た。はい。必要な情報は、そら、o g l e のカメラ、何、えー、すか、翻訳とか、Google 翻訳とかで調べると思います。全文調べますか調べないですよね。そんなことしてたらもう、電車何本行ってしまうかわかりませんし、誰かと話してても、その、すべての、えー、翻訳をしていると、 そんな会話成り立たないですよね。必要最低限、必要なものは辞書を引くかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。多読の場合は、ルール1、優しいレベルから読んでます。なので、そんなに調べなあかん、ね、調べなければならない、えー、言葉がたくさん出てくるわけではありません。あと、 多読の、えー、本の場合は、まあ、先ほど後でですね、多読の本の作り方というのをお話しますが、必ず写真や絵がついています。それを見ると、なんとなく言葉の意味やシチュエーションがイメージできる。そういった絵や写真がついているので、そこから類推,推測することが可能です。なので、できる限りというかもう辞書は一切 使わない。はい。で分からなくても飛ばしたらいいんです。子供の時にお母さんが本を読んでくれてて、あのー、分からない言葉だらけだと思います。子供、2歳、3歳の場合。その時にいちいちお母さんにこう、うんって何何、えー、何えー、山って何とか、えーあのー、わーって何とか聞かなかったですよね。そんな聞いててもお母さんも説明できないし、とりあえず、いや、これや、みたいな。絵、えー、を指してこ、これ、これだから、みたいな。はい。えー、うん、そういうことを。 だったと思いますそんな全部聞いてたらですね、お母さんももう次の日から本読んでくれないと思うんですよね。はい。なので、その時で子供ながらに、なんかこういうことかなって分からんけど、なんかこういうお話なんかなと、なんかパーンと口開けて分かったような、分からんような、でも面白いなって思って聞いてたと思います。それを繰り返すうちに、なんいろんな本を何冊も読んでいくうちに、おおこれは山、これが山かと。 で、あ、これがタヌキかと。これの名前はポンポコやと思ってたけど、ポンポコじゃなかったのかと。よくポンポコ、ポンポコで出てくるから、この動物の名前はポンポコだと思ってたけど、実はこれタヌキという名前だったのか。はい。ね。とか、タヌキさんでて酸も絶対つけるんだと思ってたけど、実は酸つけなくてよかったんだとか、よくあるじゃないですか。でも子供ながらにいろんなルール作って聞いて、 こう、なんですか、回を重ねる、本の冊数を重ねるごとに、理解が増えていく。はい。多読も同じです。なので、学習者は大人なので、そこの我慢ができないですよ。すごく知りたいんです。納得したいんですよ。だけど、そこを、いや、ちょっと待ってっと。この、多読の授業では辞書は使わないでください。どうしても調べたかったら、授業の後で、 ね。調べたらいい。だけど、分からない言葉のメモとかそんのやめといてねと、はい。授業終わってからもまだ覚えてて、どうしてもそれは調べたかったら調べてください。とはい、そういうふうに伝えてください。ね、なぜかというと、推測する力を養うためです。いろんなシチュエーションで分からない言葉が出てきたときも、んこれはこういうことじゃないかなっていうふうに推測する 読み取る。そういうストラテジーを養うためにも、えー、多読では辞書を使いません。はい。で、わからないところは飛ばして読むということです。もうさっきも言いました。リアル場面と同じです。全部わかる必要ないんです。会話でも、その伝えたいことだけが何とか伝われば、コミュニケーションは成立します。はい。今もそうです。私が喋っていることを一言一句すべて理解していますか 時々関西弁が混ざっていて、なんか聞き取りにくいな、要さん、しゃべるし、早いなと思ってると思います。はい。全部聞き取ってないでしょで、全部理解しようなんて思ってないでしょ大事なのは、皆さん、ここに書いてある、今から出てくる4つが大事なんやっていうこと、分かってはると思うので、その中で、さらに、こう、なんかちょっと気の利いたことを言ったら、おお、そうかというふうに理解しながら、えー、聞かれてるのではないでしょうか。はい。 なので、わからないところは飛ばしましょう。最終的にお話、本を印刷ような時に、まあなんかこういう話やったんやろうなということがわかれば、それで OK なんです。はい。テストじゃない。はい。えー、テストではありません。ね、多読というのはテストではなく、すべてを理解する必要もなく、本を楽しむんです。なので、わからないところは飛ばすと。そういう、えー、まあ、なんていうんですかね、 え練習っていうんですよか。はい。慣れるためにも、えー、それをきっちり伝えてください。はじめ学習者は不安なので、えーってなってなると思います。だけどそこで安心させてあげてください。いいんだよって。家族ってそういうもんなんだよってことを伝えてあげてください。はい。最後です。進まなくなったら他の本を読む。これ、あの、私いつも言ってるんですけれども、 はいえー、もう多読でですっていうかもう読書においてね、えー、読書というのは好きな本を楽しみながら読むことですからあの相性が合わない本読んでても全然面白くないしあのもうページをこうくる手が止まるような、はい、そういうもうなんか続きいらんなって、はい、別に <laughs> もういいかなと思った本は、えー、恋人やですね、えー、お友達と同じです。 はい、相性が合わない人とはもうさよならです。はい。ね。えー、あなたからが、あなたが我慢する必要はありません。はい。学習者が我慢して最後まであの、その本にお付き合いしてあげる必要は全くないんです。伝えてあげてください。ね。恋人、友達で嫌な人がいれば、お別れ、さよならしましょうと。伝えてあげてください。本はたくさんあります。多読なので、本はたくさん用意してあげましょう。ね。えー、相性が合わない本のは、 もういいよと全部読む必要全くない。次の本行こうというふうに伝えてあげてください。それが多読です。はい。というわけで、えー、多読の4つのルールについて、えー、詳しく見ていきました。もう一度確認します。えー、多読の4つのルール、1、優しいレベル、レベル0、もしくはレベル1から読みましょう。2、辞書を引かないで読む。これはもうすごく学習者は、えー、特にあの、 なんですかね。もう辞書とかきっちり意味を確認しながら読みたい人にとってはもうこれ苦痛以外の何でもないです。でも、この授業では辞書は使わんといてくれと。それがこの授業のルールなんだと。はい。テストでカンニングしたらあかんのと同じです。この授業では多読の授業では辞書を引いたらあかんのです。それを伝えてあげてください。三つ目。 わからないところは飛ばして読む。これも上に続くことですけれども、わからなくてもいいんだよ。本の6割、7割理解できれば、内容が理解できれば、それで OK です。誰の話なのか、どんな話なのか、どうなったのか、それで十分です。四つ目。進まなくなったら他の本を読む恋人や友達と同じです。会わない人とは、えー、会わない人にお付き合いしてあげる必要は全くありません。 はい。あなたから、さよなら、しましょう。はい。この四つ。えー、これはもうしっかり授業、毎回、もう学習者、もう、もう分かったって、先生って。もうわかった、分かった、分かった,だったって。恋人、友達、バイバイやろっていう、もとも、あの、学習者、いつもね、あの、もう僕の授業の時に、もう毎回やるんで、あの、もう分かったと。もう読み始めてるやつもいます。僕の話を聞かずでも、ここは大事なので、 伝えてあげてください。分かってる人ほど、はいはいって言ってもう僕の話聞かんと呼んでます。いいんです、それで。ただ、分かってくれへん人ほど、ほんとやらないので、はい。もうこれは、この授業の絶対に守らなければならないルールなんだと。はい。それをえ伝えてください。なので、もう毎回、何回も言ってください。授業の最中でも結構です。はい。 で、それを忘れないように、あの、何人かポスターみたいに作るか、ホワイトボードに大きく書いて、みんなが見えるところに、えー、置いといてもらうと。それが非常に大切です。もちろん日本語で書く必要はありません。その国の言葉、英語であったり、ドイツ語であったり、アラビア語であったりとか、その国の言葉に訳して、えー、書いたものを、はい、えー、とか、るとか見えるところに掲示していただければと思います。 こんな感じですね。はい。で、この4つの、えー、ルールさえ守ってもらえば、えー、ちょっとかぶってて申し訳ないですけどもね。はい。4つのルールさえ守ってもらえば、あとは自由です。学習者は、もう、あの、床に座ってもいいし、ソファに座ってもいいし、寝転がってもいいし、はい。立って、えー、歩きながら読んでもいいし、はい。その辺は、えー、自由に読ませてあげてください。 で、えー、多読では何を読んだらいいですかということで、これもよく質問いただくんですけれども、はい、えー、こちらに紹介しております。まあ、多読ブック、まあ、いろんな読み方がありますが、我々は多読ブックと呼んでいます。で、多読ブックとは何ぞやということで、日本語学習者向けに語彙や文法をコントロールして、レベル別に作られた多読用の読み物です。はい、えー、こちらはもあの、たくさん、 出版されているものもあります。それから無料で公開されているものもあります。あの、多言語、えー、多読の、えー、皆さんが運営されているサイトに非常にたくさん紹介されていますし、この後でご紹介するオンライン多読ライブラリを見ていただければ、無料で公開されている本を、あの、集めていますので、そこからアクセスするという方法もあります。はい。 それから、まあ、一般書の中にも多読で使える本はたくさんあります。ただ、よく言われるのが、あの子供向けの絵本はもちろんいけるでしょうって言われるんですけども、結構難しいです。オノマトペが多いんですね。擬音語、擬態語。それから、まあ、日本人の子供向けに作られているので、その生活語彙なんかがすごく多くてあの、習っていない語彙なんかもよく出てきます。なので、あのまずは確認して、 えー、あ、これだったら大丈夫だなとか、レベルに合わせて選んでください。また図鑑や漫画、えー、自動書、短編小説、エッセイなども使えます。このあたりもレベルに合わせてお使いください。あとはもう優しい日本語で書かれたニュースウェブ e ージーとかですね、えー、そういったニュースサイトやブログなども最近非常に増えてきていますので、そのあたりも、えー、この 参照の URL を、えー、ご確認いただければいいんじゃないかと思いますはい、えー、以上ですここからは多読授業の方法について見ていきましょうはい、えー、まず、えー、授業の前に準備が必要になってきます本を並べますそうですね本を並べないことには、えー たどく行えませんので、まあ、こういった形で本を並べる、もしくは棚に入れて取りやすいようにして、えー、準備をしましょう。それから、えー、学習者が座る椅子なんかも、ちょっと見にくいですが、この辺りですね、オープンな感じで、えー、この机の中に通常だと椅子が入っていて、机にこう、まあ、机に面にして座るということが普通だと思うんですけども、そうではなくて、 あのー、そうしてしまうと本を取りにくいですよね。なので、この机の周りは椅子を置かずに本を取りやすいように本を取るスペースは置いておく。あのー、歩くスペースですね、はい。そこは確保してください。で、えー、椅子はあのー、その本から少し離れたところに置いて、えー、読めるように準備をしていきましょう。それから、 先ほど申し上げた、多読の4つのルール。皆さん覚えてますかはい。この4つのルールの確認を行います。で、まあ、あのー、読み聞かせというのは、これオプショナルですけれども、まあ、いきなり、じゃあよもうというのもありなんですが、慣れてくるとそれもすごくいいんですけれども、はじめの何回かとか、あとはもう毎回でも結構なんですけれども、あの読み聞かせ、教師が 家族の本をこう見せながら、えー、読んであげると、はいで。それを皆さん聞くと。なぜ見せながらなのかというと、パワ、えーポイント、スライドで写していただいても結構です。PDF かなんかにして。絵、は、や、いあのー、写真がついているので、聞いただけではちょっと、あのー、分からない言葉があったときに、絵や写真を頼りに、えー、理解できるという、えー、いい点があります。はい で、それから、あとはもう、家族の開始です。本を学習者は選んで、えー、好きなものを選んで、えー、マイペースで読み始めます。このような形ですね。好きな場所で、もう外でもいいんですよ。天気の日は、あの、庭とかですね、外でもいいし、えー、このようにコンピューターとか、えー、スマートフォンを使って聞くとか見るっていうのもいいです。ソファーでこうやって友達同士でリラックスしながら、 読むというのもいいですね、はい。図書館なんかと協力してやると良、えー、いかもしれません。とか、まあ、毎回同じ場所ではなくて、ちょっと場所を変えて、えー、天気のいい、あったかい時は外でやるとか、えーまあ、ちょっと本がなくならないようにはしなければいけませんが、そういった点に配慮しながら、えー、こういろんなシチュエーションでやるのもいいかもしれません。それから、これもオプショナルになりますが、家、えー、族が終わった後に、 多読の記録シートであったり、コメントシートに記入や、それからブックトークなどを行うと、より、えー、まあ、多読の後で、えー、ですかね、まあ、興味関心が深まるんじゃないかなと。まあ、今、SNS なんかで皆さんいろいろシェアとか共有すると思うんですけども、その自分の読んだ本っていうのは、やはり記録していくと、私、あこの1年で、 80冊も読んでるわとか、後でわかんなくなるんですよね。あれ、この本読んだかなとか、いうのを忘れちゃったりするので、記録をつけていく。はい。それは競うためではなく、自分のために記録をつける。はい。でそこになんかちょっと新しく学んだ言葉とか、面白かった言葉とか、ちょっとコメント、感想なんかは別に日本語じゃなくてもいいので、あの、書いておくとか、それから、この、 右側の写真ですね。えー、コメントシート。というのは、これ、あの SN、SNS みたいなものを紙にしてみました。はい。あのー、昔ありましたよね。本開いたら、後ろに、あの、図書カードっていうのがあってっ、同じクラスの何々さんが借りてるとか、憧れの何々先輩が借りてるみたいな、あのー、ああいうのを意識して作ったんですけども、まあ、そこに、えー、読んだ後にコメントを書いて入れとくと、 次借りる人がそのコメントを見て、あ、面白そうやな。ちょっと読んでみようかな。おあの人も読んでる。じゃあ私も読んでみよう。とか、いうことにも繋がりますので、そういった工夫として、こういったコメントシートですね。このみんなのメッセージ、コメントメッセージ、ここにあるんですけども、こういったものを入れたりもしています。あと、ブックトークというのはちょっと後で説明します。はい。まずは準備ですね。 えー、多読用のスペースというのを、えー、作りましょう。教室でも結構です。図書室、図書館、それから、えー、お庭であったりとか、ちょっと広め,の広めのスペースでリラックスできるところでやればいいと思います。まあ、昨今コロナということもありますので、まあ、あんまりこうね、えー、近すぎると。 学習者もちょっと嫌だと思うので、リラックスして読めるような、えー、ちょっと広めのスペース、取れるようなところで、リラックスできる雰囲気作りをしてあげてください。それから、多読用の時間というのを設けましょうで。これはもう10分でも、20分でも結構です。そんな授業だからって言って45分、50分、絶対に作らなければいけないというわけではありません。先ほど申し上げましたが、多読の,あのレベルの低い本であれば、 1>, あの1冊2、3本で読めます。なので、10分、20分あれば結構読めます。3、4冊は読めます。どうですか外国語の本3、4冊、1日に読んだことはありますでしょうかはい。なので、えー、時間というのはそんなたくさん設ける必要はないです。であとは、例えば、あのー、家帰ってから続きは読んだらいいですよとか、 オンライン届くライブラリーというのを後で紹介しますが、あのそれを使ってもらうと同じ内容のものをあのスマートフォンであったりとかタブレットで読むこともできますので、あの何も全てを学校とか教室、えー、教育現場で行う必要はないです。はい、それから本ですね、大事です。えー、本を準備します。印刷、えー、もしくは購入。 それか、先ほど申し上げたオンライン登録ライブラリーからデジタルのものを使う。いろんな方法があると思います。でこれに関しては、もし何かあのご不明な点があれば、いつでも、ケル日本文化会館までえご質問ください。それからロン、朗読音声を聞くためのプレイヤーやイヤホン。これももう、あればで結構です。もう今、学習者はほとんどスマートフォンを持っているので、あの学習者に自分のイヤホンを持ってきて、 イヤホンだけ持ってきてねって言えばいいんじゃないですかね。はい。スマートフォンと、えー、一緒に学習者は MP3 さえダウンロードすれば聞けますし、はい。あのー、大体もうみんなウェブサイトにアップされているので、そのまま、えー、アクセスして聞くことも可能です。あとは、多読記録シート。これ必要であれば、えー、作ってあげてください。で、えー、オプションになりますが、まあ、 あのー、初めに申し上げた読み聞かせ用の本であったりとか、コメントシートですね、この左下のメッセージのやつ。はい、それからおすすめの本の紹介ポスターなんかもあると、えー、学習者は、こう、あ、じゃあ、その先生のおすすめの本読んでみようかなとか、うん、何々さんのおすすめの本読んでみようかなと思うかもしれません。なかなかあの好きなもん好きな本読んでいいよって言われても、あのー、みんながみんなすぐにパッと選べるわけではないので、 結構人って勧められると、そっか、じゃあ読んでみようかなと思うものなので、そういったものもあると良いかもしれません。はい。それから、準備ですが、本を並べていきます。で、本はレベル別やジャンル別、作家別など、あの、まあ、先生方が工夫して並べてもらったらいいと思います。ただ、ま、おすすめはやはりレベル別ですかね。はい。 あのー、優しいレベルのものは固めておくと非常に、えーまあ、取りやすいと思いますので、はい、で先生も、うわあの人、ちょっと背伸びして難しいのから手出そうとしてるわというのも分かりやすいので、まあ、優しいものから取ってるかなというのを確認するためにも、レベル別で、まあ、レベルの中でジャンルに分けるとかいうのをされると良いかもしれないですね。で学習者の動線はい 歩きながら本を選ぶためのスペースを、えー、十分に確保してあげましょう。それから、まあ、あの机に関しては、この字型とか島に机を並べてみてください。あのー、こう、すごくドーンって固まったところで本がこう置いてあると、学習者がこう取り合いになるので、そうならないようにちょっと工夫をしてあげましょう。はい。 で、えー、多読のルールを確認します、えー。4つのルールありましたね。多読は勉強ではないことというのをもう一度確認しましょう。4つのルールを、まあ、さっきも言ったんですけども、常に見えるように、えー、ホワイトボードであるとか、ポスターであるとか、明示化してあげてください。で、さっきも何回も言いましたけども、大切なことなので、毎回必ず繰り返しましょう。もう聞いてないと思います。 あの何回か繰り返してると。いいんです。でも、先生、それでも言うてるわと。そんだけ大事なんやということを伝えてください。いや、分かってるよって、みんなもう、みんなもう十分分かってることは分かってる。だけど、これは大事だから。ね、先生は授業の時に、これ以外何も言いませんと。はい。だから、これだけは先生の仕事だから言わせてくださいと。言って確認しましょう。はい。でも、言った限りは、 それを授業の中で、えー、学習者にも守ってもらう。先生も守らせる。これ大事です。ああ、あの子また辞書使ってるわ。言ったって聞かへんしもうええかってならんようにしてください。それだと、その学習者の他読の授業というの、授業の時間というのが無駄になります。はい。それは他読じゃないです。それは授業、その他読の授業の じゃないときに、その学習者が好きなときに勝手にやればいい話で、多読の授業に参加するのであれば、辞書は使わない。多読をする。はい。どうですかあの、体育の授業中に、えー、本広、あの、教科書広げて、数学の勉強している学習者いたらおかしいですよね。とか、反対に数学の授業中に、 ずーっと縄跳びしている学習者いたらおかしいですよね。注意しますよね、それはさすがに。はい。みんなが給食食べてるのに、一人だけ給食食べずに、なんかずっとバスケットボールを教室の中でダムダム、ダムダム、ダムダム、ダムダムしている学習者がもし、ね、いたらどうしますか一緒です。まあ、極端やけど。はい。同じように本を読んでる 何ですかね、えー、という行為をしているか、行為をしているかもしれません。しかし、それは多読じゃないんです。多読の授業では、多読をしてもらいましょう。はい。四つのルールを毎回、きちんと繰り返すということは、学習者に守ってもらう。それから、先生もそれを守ってもらう。そのために繰り返します。はい。7になると、 多読の授業というのは成立しないです。そんなみんながみんな学習者ができた学習者じゃないです。はい。癖のある学習者。癖あるって別に悪いことじゃないですからね。はい。いろんな学習者がいます。で、多読そんな嫌や,やし。絶対にもう意味わからない。住みたくないし。はい。っていうかもしれません。だけど、いや、これはそういう授業だから、やってください。っていうふうに、えー、伝えましょう。はい。 それが家族です。それから読み聞かせ、オプショナルですけれども、おすすめの本を、まあ、プロジェクターなどに投影して読み聞かせを行う。なぜ映すかというと、絵や写真を見せながら、わ、えー、からない言葉を理解を進めるためです。家族的に読む体験をしてもらいます。それから朗読の音声ですね。別に教師が読まなくても、朗読音声を使っても OK です。まずは、ウォーミングアップとして、 あのー、そういうのを読み聞かせをするっていうのは非常に効果的だと思います。私も毎回やってました。それから、本を選ぶ。学習者が好きな本を、まあもうここから多読ですけども、自由に選んでもらいます。好きな本を好きなだけ。レベルが高い本から選びたがる学習者、多いです。でも、多読のルールを再確認して、例えば、レベル0の本を まあ全部というと多いので、えー、例えば10冊ぐらい読んだら、じゃあレベル1読みましょう。レベル1の方をね、えー、たくさん読んだら、じゃあレベル2行きましょう。というふうにあの、優しいレベルから進めていきましょう。その時に、えーって言われるかもわかんないんですけど、いや、1冊読むのに、何々さんだったら3分で読めるから。じゃあ、あの、この授業中にレベル1、 レベル0と1終わるよって、次から2読んだらいいんじゃないのっていう。それで、多読をやってみると、おお、このレベルのものをたくさん読むのは大事だと気づくと思います。それでもレベル2に行こうっていう人は行って、で、レベル2の本を読んでみて、壁にぶち当たる人も多いと思います。そういう人は、あの、またそっと先生が横に寄り添って、 どうって言いながら、ちょっと難しいんやったら、もう一回レベル1もっと読んでみるとか言って、あの伝えてあげる。そういう、ちょっとこう、方向修正みたいなところをやるのが教師の役割になってきます。また後で詳しく申し上げます。それから、なかなか選べない学習者には、学習者の興味に合わせて本を進めてあげる。例えば、何々さんはアニメの「鬼滅の刃」が好きだよね。じゃあ、侍の本の話はどうとか。 あの妖怪の話、鬼の話は、まあ、どうとか、お化けの話あるよとか、あのー、いうふうに進めてあげる。で、何々さんは例えば、あのー、どうですかね、この間クリスマスの話してたから、じゃあクリスマスの話読んでみたらどうとか、動物好きだから、この動物、あのー、スペインの絵本に出てくる動物と、日本に 日本はなんかタヌキとかキツネが多いけどスペインはどうみたいな話をしながらちょっとこうその人の興味関心スポーツであるとか文化であるとかその学習者の関心興味というのをご存知なのは先生方ですはいそれに合わせた本をちょっとこうコーディネートというんですかね進めてあげるというのも、えー、多読における多読授業における 先生のの役割の一つになってきますで、本を読み終わった学習者に声かけを行います。まあ、あの、みんなじゃなくていいんですよ。ただ、早いね、もう読んだのとか、どうだったみたいな、面白かった全然あ、そっか、じゃあ、次の面白かったらいいけどねみたいなとか、あのー、どうしても、どんな話だったかとか、すごい日本語で説明させようとする先生もいるんですけど、それはする必要ないです。はい。 あの、現地語で十分です。はい。あの、もうい c し、まあもちろん日本語でちょっと聞くっていうのはありですけども、読むのが、えー、授業のメインなので、アウトプットまで求めていません。はい。なので、もう簡単に、あの、学習者がまた次の本読もうと思うような、モチベーションにつながるような声かけをしていきましょう。なので、もうすぐに次の本読もうとしてる学習者の邪魔をする必要は ありませんはい「えー、多読多調多感ということで、まあ、学習者が多読的な読み方何かというと4つのルールを守って読んでいくその読み方ができるように誘導していきましょう集中していない学習者には、えー、この時間45分30分だけ集中して本読もうねっていうふうに声をかけるというのは他の人の邪魔にならないよっていうのが大事なので はい。本に集中しようね、ということを声かけしてあげてください。一人一人を観察して、各自の特徴を覚えましょう。はい。ま、あのー、学習者結構喜びます。授業の終わりに、いやー、今日何々さんこんな本読んでましたね、とか言ってみんなの前でちょっと言ったりとかすると、うん、お先生見てくれてるやん、みたいな。何もせんとぷらーっと歩いてはるだけ、なんかこの授業だけ先生楽してずるいなって学習者思ったりするんですよ。その時に、ちょっとこう、 いや、実は先生見てるんだよ、みたいな、鋭い、こう、はい、えー、視線みたいなのを、えー、やっとくと、学習者も、お気が抜けないっていうかですね、先生もちゃんとやってるやん、みたいな、になりますので、そのあたりも、えー、授業中に先生も、ぼーっとかしたり、スマホ見,見たりするのは厳禁です。学習者を観察して、特徴を覚えていきましょう。メモとかしとくといいと思います。はい。 じゃあ次の時に、次の授業とか、次の、その学習者が次の本を選ぶ時にアドバイスするのに来てくると思います。それから読むのが苦手な学習者には本見ながら聞く、聞き読みを進めると非常に良いと思います。それから、あの、ま、その聞き読みのいいところはネイティブスピーカーがそんなめちゃくちゃゆっくりではなくネイティブのスピードで読んでくれているんですね。 なので、読む速さも、その速、読んでる、聞こえてくる速さと合わせて読むことになります。なので、リーディングスピードが上がってくる。で、学習者自身も、あれもう読めたみたいな。それはそうですよね。ネイティブが読んでるスピードなので、はい。あの、何もなしで見ながらこう読む時間と、聞きながら読む時間であれば、もちろんネイティブが読んでる あのくれてる時間の方が大体早いので、はい、あの、そういった読み方っていうのもおすすめです。で、たど記録シートやコメントシートに記入ですけれども、まあ、読み終わった学習者には、あの、記録シートに記入をあのする、させる。まあ、これは、あの、そうですね、まあ、せっかくなので、繰り返し授業を行う場合、えー、例えば、 一学期通してとか一年通してとかやる場合は記録として取っておくと良いと思います。はい。まあ、それかもう学習者に <laughs> 読んだ本をスマホで取っといて、あのー、記録しといてねっていうのもありだと思います。なんかそういう Facebook のグループページなんかを作って、えー、私が今日読んだ本みたいな写真を投稿してもらうとかね、えー、Google フォームで今日は何々と,何、えー、とアンケートみたいに作っといて、 何と何と何読みましたみたいなのを毎回あの投稿してもらうのもありだと思います。ただ、あの、本の名前ってなかなか覚えられないんですよ、長いので。なので、まあ、あの読んだ後にすぐ、えー、記録するのが一番実際はいいと思います。まあ、私自身も授業やってきた中で、それがおすすめです。はい、えー。オプショナルになりますけれども、 まあ、ブックトークとかビブリオバトルといった、まあ、ビブリオバトルはちょっとレベルが高い、えー、学習者になりますが、学習者が読んだおすすめの本を紹介してもらいますで。それは授業の最後でいいと思うんですけども、グループに分かれてとか、あの本当にもうクラス全体でというのもいいと思うんですが、それは日本語でやる必要はありません。あの現地語で十分です。 それから、はじめのうちは、一言のコメントでも十分なんです。これは、何々の話です。とか、これは、怖い話です。とか、そんなんだけでもいいので、あの、ちょっと、全員に言わせる必要はないんですけど、時間もったいないんで、はい。あの、こう、他の人が聞いて、これ何のためにするかというと、読んだ人は、自分が読んだ本の内容をもう一度思い出して、アウトプットする機会になります。 聞いてる学習者は、えー、面白そう。じゃあ次読んでみようかなっていう、はい。シェアですね。はい。えー関、興味関心を持つ一つの手がかりになりますので、えー、こういった時間を持つのは、まあ時間があればやってもらうといいと思います。まあ難しければ授業後に Facebook グループとか SNS 等を使って、えー、まあ Instagram なんでもいいので、何かこう、みんなにこう、 共通のハッシュタグなんかを作っておいて、シェアしてもらう。で、後でそれを学習者が見て、お互いにいいねを押したりですね、あ,あ、じゃあ次これ読んでみようかな、みたいな感じで、あの、まあ、共有ですね、えー、してもらうっていうのは非常に良いと思います。はい。で、教師は、あの、なんか、登場人物は誰ですか何々さんは何をしましたか それは成功しましたかみたいな内容確認のような、なんか、あの、小テストみたいなことは絶対にしないでください。なんか、プリント作って、今日はこれ読んで、今日はこれ読みます。はい。えあずまえや、ー、山田さんは毎朝何時に起きますかみたいなプリント作って、それを宿題にするとか、そういうことはやめてください。それ多読じゃないです。読書じゃないです。それ勉強です。はい。で、えー、ここからが、今度は、教師ですね。教師は、 何をすべきなのか。まあ、支援者と呼んでいますけれども、多読授業で教師の役割を見ていきましょう。はい。主役はあくまで学習者です。そうですよね。さっきも言いました。多読の授業は勉強じゃない。読書です。はい。多読は読書です。勉強じゃありません。なので、読書というものは教えられてするものじゃないですよね。はい。えー、本を読んでる人が主役です。 つまり学習者が主役。まず、教師。一番大事なのは教えない。あの、いろんな意味で教えない。先生、この言葉の意味何ですか先生、これ翻訳してください。先生、これどういうことですかめっちゃ聞かれます。歩いていると。でもど、どう、どういうことかなえ、何々さんはどう思うっていう、この返しを、まずはやってください。 あ、これはねとか言ってすぐ答え言わない。はい。あ、これはどういう意味だろう何々さんどう思うっていう、この、いや、ちょっと待ってよ。聞いてんの私やねんけどって思われますが、そういう切り返しを、えー、しましょう。はい。それが、えー、学習者に考えさせる、推測させるということにつながってきます。家族は学習者主体なので、えー、教師がすぐに 手助けしたり教えたりはしません。はい。多読の環境を整えましょう。はい。で、これ、多読は、その教室内で授業の時にやればいい。もちろんやればいいんですけれども、これが慣れてくると、学習者はもうたくさん自分で勝手に本を借りて、とか自分で本をこう調達して、えー、もう暇な時とか家とか、 授業後に勝手に読み始めます。そうなると閉めたもんです。はい。だってほっといても勝手に本読んでくれるんですよ。ほんでどんどん言葉を覚えて日本語上達するんですよ。すごくないですかで、読解力とかあの読む力が上がっていくと。はい。まさに自立学習です。はい。なので、えー、そういうのに自立学習につなげるためにも多読の環境を整えていきましょう。 はい。先ほど申し上げました。授業中、先生の役割はぼーっとしていることではありません。一人一人を観察して、サポートを行います。はい。教えるのではなくて、支援に徹しましょう。なので、学習者が、どんな本好きなんやろうんなんか止まってるな。あ、今日はすごいスラスラいってるな。今日はあんまり集中してないな。いろいろこう観察して、 それに合わせたサポートを行ってください。ただサポートは教えることではありません。はい。で、えー、何回も言いますが、多読の4つのルールを根気よく伝えてください。これもうなんで何回も言うかというと、本当に授業してたら、絶対に教室に1人や2人じゃないですね、もう。 何も出てきます。私はもう、この多読のやり方が嫌だと。絶対調べたい、一言一句意味分かりたい、翻訳したいという学習者がいます。はい。で、それは、その人がそういう、あの、何て言うのかな、本の読み方であるとか、その外国語の学習の仕方、すべてを理解しながら進みたいっていう、そういう学習の仕方をしてきた。 えー、人なのかもしれません、はい、であの、そういった人は、本当にそういう、こういう多読のスタイルの学習というのを慣れてないし、したことがないんですよね。なのですごいアレルギーみたいなものを持ってしまうんですけども、そこは、この時間だけでいいからやってみようって言って、あのー、バーンってこうですね、突き放さずに、えー、 そこはもう根気よく、これはそういう授業なんですって言って伝えて、え、本を読んでもらう。で、まあ、さっきも言いましたけど、子供の時に、そんな全部聞かなかったでしょお父さんお母さんにみたいなことも言いながら、それと同じ読み方なんですよっていうのを、こう、うまく伝えて、学習者にも納得してもらいながら、参加してもらう。っていうのを、え、やっていけばいいんじゃないでしょうか。もちろんね、あの、私、こんな言うてますけど、僕の授業でも、 教室の100%の学習者が全員あの受け入れて参加してたわけじゃないです。もう明らかにこいつはもう諦めてとりあえずでもうるさい、あずまうるさいから来てるなっていうのもいます。はい。それも仕方ないと思うんですよ。全部の授業で100%みんなが真面目に授業を受けてる授業ってありますかそうは無不向きもありますし、 合う合わんっていうのもあるんですね。なので、先生はそこにすごく、あのー、罪悪感みたいなのを感じる必要はありません。ただ、これを聞いて、多読の授業というのをやってみようと思った方は、はい。あのー、中途半端にせずに、多読の授業はきっちり多読をやりましょう。多読の授業というのは非常に簡単です。4つのルールを根気よく伝えて、 それを絶対に守ってもらう。はい。で、本を好きな本読んでいいよっていう、すごく楽なん。4つだけはい。あの、教え方とかいっぱい学ぶ必要ないです。この4つだけです。ただ、それをやり続けるのが大変。なので、えー、まあ、やってみてですね、あの、いろいろ経験してもらえればと思います。いつでもご相談ください。はい。えー、いつも言ってるんですけども、 多読の授業というのは、手取り足取りのこの下のような、えー、先生がサポートの、サポートというか、あの、助けるっていう授業じゃないんです。はい。えー、服着させてあげるとかですね、もう分からんとこ、こけたら、あの、もう走っていて起こしてあげるとか、そういった形の、えー、授業ではない、多読は。 家族というのは、可愛い子には旅をさせろとか、桃太郎のおじいさんとおばあさんの気持ちになってください。おじいさんとおばあさんはきびだんごを作って、桃太郎はね、ある程度大き,いと大きくなるまで育ててあげて、桃の中から赤ちゃんで出てきたときから大きくなるまで育ててあげて、で、きびだんごを持ってき、あと刀と、えー、なんですかあの、服、日本一って書いてある旗とかね、持たせて。 もうあとは、頑張れよと。おじいちゃん、おばあちゃん心配やけど、ついていかないでしょで、桃太郎は、そのもらったものを、うまく最大限、ね、活用して、このきびだんごどうしようかなって、自分で全部食べてもよかったわけです。でもそこで、犬と、キジと、猿でしたっけ、仲間を、ね、えー、見つけ、さらに、その、仲間と助け合って、 音をするとその時に後ろからおじいさんとおばあさんがパンパンパンとかこう後ろがサポートしてたわけじゃないんですよ。おじいさんとおばあさんは桃太郎大丈夫かしらと思いながらずっと家で待ってるわけです。はい。他族の授業は桃太郎と同じ。可愛い子には旅をさせましょう。はい。もう何でもかんでも、ああ、危ない、焦げるとか言ってこう、もう焦げ,焦げた、うわーとか言って助ける必要はありません。はい。えー、他族は、 学習者を信じて本をたくさん読んでもらう。ただ、違うこと、ね、多読じゃないことをやってたら、4つのルールから外れることをしてたら、それはちゃいますと、きっちり伝えて多読を行ってもらう。これを忘れないでください。はい、えー、っと、実際に私がやっていた 授業の実践紹介について少し話をしていきます。ちょっと話が長くなってきたので、ちょっとね、ストレッチとかして、こう、休憩してください。お水飲む方、コーヒー飲む方は、ちょっと休憩しましょう。はい。じゃあ始めますかね。えー、っと、あのー、国際交流基金、関西国際センターで、2016年より外交官公務員の日本語研修で、えー、選択科目として開講しました。 これ必須にすると、さっき言った通りあり、やっぱり多読嫌な人もいるのであの、選択できるようにしています。で、えー、A1 レベルですね、A1 レベルの、えー、学習後4ヶ月間ですね、えー、4ヶ月間にわたって1週間に1回50分の授業を行いました。2016年度は29名が受講して、えー、延べ900冊を多読しています。 だ1人頭30冊でですよ4ヶ月でどうですか皆さん4ヶ月で30冊外国語の本読めますどうですかで、成績表にはですね、テストがないので、あのー、この人は、この多読の授業で、こんだけ本読みましたよって、多読の記録を書いて、えー、明記しました。そのためにも、記録シートっていうのはつけとくと、後々、えー、いいと思います。 なので、読んだ人、80冊とか読んでる人もいるので、どうですか、もう、あのー、外交官公務員なんで、国にいるね、えー、上司であるとか、家族は、えー、あんたこんな日本語のタイトルの本、こ,こんだけ読んだみたいな、っていうのを成績表を見て思うわけです。でも、実は5分とか何十分で読めるような本を、まあ、80冊ぐらい読んでるわけですが、それでも、 ね、絵本は本なわけですから素晴らしい、えー、ことだと思います。それから Facebook グループで、えー、情報共有、例えば新着図書入りましたとか、学習者同士でもこの本面白かったよっていうシェアをしてもらったりとか、そういったことを行いました。あとはエッセイコンテストを開催しました。これは実際に多読をやってみて、逆に学習者が私もそんなんかこんな本を作ってみたいと言ってくれたので、 えー、研修の中であの研修旅行というのがあるんですね。で、その、まあ、そのエッセイを、えーまあ、希望者のみですけれども、に、えー、自分たちの写真、旅行の写真を撮ってもらって、えー、そういう本を書いてもらいました。はい。で、アンケートを取ったところ、まあ,あのま、えー、非常に満足満足。えー 少し不満、とても不満っていうような、ではまあどちらとも言えないみたいなこう5段階のアンケートを取ったんですけども、ああまあまあ普通っていうのを入れて取ったんですけども、満足度は100%でした。で、アンケート調査の結果なんですが、まあ例えば、えーまあ、これ英語でみんな書いてくれたんですけど、日本語に翻訳しています。CD を聴きながら読むことで話す力が向上した。であるとか、多読を楽しめた。 日本語の理解度を確認するのに非常に有効だった。より早く読み、漢字をよりよく理解できるようになった。また、レベル別の本を読むことで、クラスで学んだ文法を練習することができた。本当に楽しめた。自由を与えられて、多読について学び、練習できた。多読のルールは非常に良いと思う。最後には読む力が上がったことを実感できた。といったような嬉しいコメントが見られました。 それから、読む読むクラスは読む力、書く力、話す力を高めるのに役立つ。今後もぜひ継続してほしい。読書と語彙学習のために非常に役に立った。短くて素晴らしいストーリーが多かった。飛ばし読みや語彙の意味を推測する技術を高めるのに役立った。読むだけでなく自分でも書いてみたいと思った。というように、こちらの意図していたことを実感してくれた。 というのが見え,て見えましたでアンケートの調査を、えー、調査の結果をまとめますと他読事業に対する満足度の高さ,高さが伺えます、まあ、100%でしたそれから自律的な他読への取り組みというものが見えましたもう何でしょう授業中に読むだけじゃなくてその授業後にみんな10冊とか15冊とか借りてくれるっていうのはすごく嬉しかったです それから楽しみながら多読しているというのが、まあ、あのみ,んなみんなでこうお勧めあったり、あの自主的に授業の後でブックトークを始めたりとかしてくれていて、すごくこう、あとは SNS もすごく盛り上がっていたので、あのあ楽しんでくれてるんだなと、全員が全員じゃないですよ。はい、えー。っていうのは思いました。それから日本語力の向上ですね、えー、を実感してくれているのを、こちらが見ていても、 あの感じましたし、実際に学習者の口から、いや、なんかこう、読む読むのおかげですごい言葉を覚えられたし、なんでやろう読む、読んでるのに話すのが上手になったとか、推測、人の話を聞いていて推測する力がついたと思うとか言ってくれた時は、すごく嬉しかったです。それから、あの私自身は、この多読のクラスを図書館と、えー、 コラボレーションといいますか、図書館の司書とコラボレーションして行いました。で私自身が感じた、えー、変化としては、日本語を読むことに対する恐れというものがなくなったと思います。どうしてもこう教科書とか、えー、宿題テストを読ませていると、それを見た瞬間の学習者の方が日本語やっていうような、えー、とこがあったんですが、やはりもう毎週毎週、多読をしているとそういったものがなくなってきました。それから分からない言葉や漢字があっても、 推測、これですね。推測して読めるようになったとっいうのが見えました。そして読む力、書く力、話す力が伸びました。はい。話す力っていうところが面白いんですけども、やはり語彙力が上がったであるとか、その、特に A レベルのお話だと、こう、 会話のやり取りのような話が多いので、そこで、あ、こうやって話したらいいんだ、みたいな、はい、えー、ところも見えて、あの、あとは、まあ、推測しながら、えー、話す力とい言っても、こう、アウトプットだけじゃないので、聞きながら相手のことを理解して話すっていう部分も含めて、ストラジ、えー、推測のストラテジーと、えー、合わせて、えー、その話す力が伸びたんじゃないかと思っています。それから、語彙が、えー、格段に、 上がりましたで司書としては、図書館側はもう学習者の要望に、学習者からあのやっぱり日本語で本を読みたいという要望が多かったんですよね。それに応えることができたという部分、それから来館者数と貸し出し冊数の増加につながった、それして、えー、読んだ本の感想や自国の場合はどうなのかという,話というような話を、えー、話す機会が増えた。 というようなフィードバックがありました。外が、救急車がうるさいですね。はい。で、他の教師の関心が高くなった。はい。他読に対する他の先生の,あの関心も高くなり、あ、なんかうまくいってるね。じゃあ私の研修でもこれやりたいわっていうような、あのそういった、えーまあ、反応っていうのも見えたそうです。実際に、 えー、他の研修でも、多読やってくれというような、えー、リクエストがあって、その当時はいろいろ私も呼ばれました。はい、はいえー、以上ですね、えー、多読授業の方法について、えー、お話をしていきました。ここからは、オリジナル多読ブック作成方法についてお話をしていきます。 はい、えー。もう、半も過ぎましたよ。はい、えー。もう疲れてるかもしれませんが、もしあれだったら、一回ここでやめて、えっ、ー、と、明日、この続きを見てもらってもいいんですけれども、元気な方はもう、あと少しなのでお付き合いお願いします。はい。えー、オリジナルタドクブックの作成方法についてお話をしていきます。まず、私自身は、あのー、オリジナルタドクブックを作ったのは、先ほど出てきた、えー、国際交流基金、関西国際センターで、 えー、k c 4ム,ムという、えー、多読ブックを作り始めました。で、あのー、まあ、あのー、図書館の師匠さんとですね、話をしている中で、入門レベルの本というのが、A1 レベルの学習者向けの日本語の本というのが少ないと。なので、増やしたいという話が出まして、で、でもその当時はなかなか売ってなかったし、多読の本というのもあんまなかったんですね。はい。なので、 じゃあ実際に自分らで作ってみようという話になりまして、じゃあ関西のことも知ってほしいしと、まあ関西のセンターですんで、えー、ということで、あのー、教師、他の教師にも声をかけて、一緒に作りましょうというふうに声をかけたところ、はい、えー、もう鴨がねぎしょってね、えー、飛び込んできてくれましてですね、14人が参加してくれました。で、えー、まあ、 教師の有士と、えー、師匠が一緒になって、えー、その他読の本を作ったわけですで。それがこれなんですが、KC 読む読むということで、えー、っと、まあ、関西国際センター制作の多読用図書です。制作時に留意した点なんですけれども、まあ、日本の生活と文化、特に関西に関連するトピックを扱うことというのを、えー、意識しました。それから、表現や語彙は、 あの丸ごと日本の言葉と文化コースブックなんですがこち,らにこちらのレベルに順じて、えー、制作を行いましたです、えー、イラストや写真はフリーのものを使用するか自前で準備することとしました自分で絵を描いたり、まあ、フリーのものを集めるもしくは自分で撮影もしくは絵を描くというような、えー、ことを行いました 我々ラッキーだったのは図書館の司書さんが一緒にやっていたので、そういう著作権に関すること非常に詳しかったんですよね。なので、そのあたりもあのチェックしてもらいながら進めることができました。で、この KC4M 読読は KC クリップ、もしくはみんなの教材サイトで公開をしています。あの、後で紹介するオンラインタドクライブラリーにも載せています。 で、えー、他読ブックなんですけども、まあ、我々この形詞読み読みを作るときに、どういった、えー、まあ、順番で作ったのかということをご紹介します。まず、ステップ1です。テーマを決めます。で、えー、国や町の紹介、昔話、学習者や教師の体験、授業で扱った日本文化や習慣。日本文化や習慣といっても、こう、茶道や、あの、華道書道という、 伝統的なものだけではなく、例えば、あの、自動販売機とか、コンビニエンスストアとか、はい、えー、っと、ファーストフードとか、はい、日本だったらたこ焼きとか、関西だったらたこ焼きとか、お好み焼きとか、立ち食いそばとか、えー、回転寿司とか、ああいうのファーストフードですよね。はい。まあ、あの、そういう現代的なものとある、であるとか、習慣とか、そういったものを取り上げるようにしました。 で、執筆を行います。ステップ2、執筆です。で、語彙や文法に関しては、我々丸ごとを基準にしましたが、一定の基準を設けるべきだと思います。それは JLPT なのか、何なのか、そこは先生方で考えてください。で、未集語は最小限にして、で、未集語であっても、未集語を使う場合は、 写真やイラストから推測できるように、えー、配慮、えー、して作りました。また語彙数や字数に関しては、レベルに応じて目安を設定しました。あまりにも字数が多かったり、えー、本が長すぎると、レベルが低い場合は非常にあの大変なので、そのあたりは制限を設けました。挿絵や写真に関しては、1ページに1つか2つ入れて、 著作権、これ大事です。十分留意して作りました。その他、文はなるべく短く簡潔に、まあ、学習者向けですので、はい。それから自然な日本語を心がけました。どうしてもこう、こういう、なんですかね、えー、レベル別の日本語学習者向けのものを書こうとすると、あの、すごい強化なんていうんですかね、すごいなんか作られた日本語みたいな。 えー、ものになりがちですが、なるべく自然な日本語を心がけました。はい。で、えー、漢字にはすべて振り仮名をつけています。というのは、いや、漢字の振り仮名取ってよとよく言われることあるんですけど、いや、でも、漢字がわからないことで読めない、漢字力を必要としなければ読めないというのであれば、それはちょっと多読としてどうなのかなと思うわけですね。 漢字学習は漢字学習としてやればいい。多読はあくまでストーリーを楽しむための、えー、活動ですので、読書ですので、はい。そこに漢字があるから読めないっていう、あの、ハードルがある方が私は、それは違うんじゃないかなと、ね、考えています。そこは、あの、作られる先生方の、あの、なんていうんですかね、それぞれの、えー、考え方があると思いますので、 いや、うちはもう習った漢字には振りがなはつけませんっていうのであれば、それはそれでいいと思うんです。はい。そこはもう先生方の考え方に応じて作ってください。別にこうせなあかんっていうのはありません。で、えー、ステップ3、もうこれでできます。簡単です。えー、製本して PDF 化して共有します。まあ、製本もしくは PDF 化して共有を行います。 で、えー、まあ、我々はワードを使いました。パワーポイントを使う、えー、マイクロソフトワードを使ったんですけど、パワーポイントで作る人もいます。ワードの場合は、あの、2アップ設定というのが、あの、印刷であるんですね。で、それで印刷をして、でそれを半分に折って、あの、A4 サイズで印刷したものを半分に折って A5 サイズにして、で最後、ホッチキスで止めまして、はい。で、完成と。 まあエクストラでコメントシートなどをつけるなどを我々は行いました。もうちょっと詳しく見ていきます。えー、テーマを決めるときにあの大事なのが、これ、あのー、春の研修、2022年,、えー、2年の春に、5月に、えー、日本語教師研修で、えー、同じお話をしたときも参加してくださった先生方から、あ ペルソナの設定は考えてなかったというお声をいただいたんですけども、これやっぱ大事です。あの、本、こういう本、多読の本というのは、やはり学習者を想定して書くべきだと思うんですね。先生がこれを知ってほしいとか、これを書きたいから書くっていうのは、僕はちょっと本末転倒だと思っていまして、やはり これは学習者に呼んでもらいたい。呼んでもらいたい学習者がいる、まあ。ラブレターみたいなもんですよ。はい。呼んでもらいたい学習者がいるので、その人を想定して、例えば、えー、私の授業、教室に、授業ですね、を受講している A さん。A さんは、えー、ラーメンが大好きで、えー 社会人なんだけど、ラーメンが大好きで、で、あのー、そこから、ラーメン好きから、日本に興味を持って、日本語勉強し始めて、で、あの、そこのクラスの中で、できた友達に教えてもらって、日本のドラマとか音楽を聴くようになって、日本祭りとか、ジャパンフェスティバルとか、フェス、あのフェス、フェスティバルですね、フェスなんかに参加するようになったと。はい。その A さんに、何か読んでもらいたい本。 うん、どうしよっかなとかね。そういう、あ、うちのクラスのスポーツ大好きな、サッカー大好きな何々さん。そういえば、今度ワールドカップあるって言ってたけど、日本のサッカー、日本のサッカーについて、もしかしたら知りたいかもしれない。じゃあ J リーグについて書いてみようかしらとかですね。はい。そういった、こう、読み手を想定して、あのー、 ペルソナを設定した上で、あの、書いてもらうと書きやすいと思います。自分が書きたいことにこだわらず、読み手を想定して、ラブレターですね。はい。えー、この人にぜひ読んでもらいたいといったものを書くというのが大事じゃないでしょうか。それから、じゃあそこからテーマを設定していきます。設定したペルソナからテーマを検討していきます。 先ほどの A さんの場合だったら、ラーメンいいんじゃんラーメン。日本のラーメンってことはファーストフード。食べ物とか日本の麺類。そういえば麺類。日本の麺類7つぐらいあるな。ラーメン、うどん、そば、えー、っと、そうめん。それから、みたいなですね。皿うどんとかですね。 ど野郎冷やし中華とか、いっぱいあると、焼きそばとかあると思うんですけども、はい、そういったところに広げるというのも面白いかもしれません。あとは読者に合わせて幅広いテーマを揃えていきます。で、テーマからトピックを選んで、より具体化する。例えば、あ、スポーツがいいなと思ったら、スポーツの中からサッカー、野球、柔道。で、サッカーの中から日本代表なのか、もしくは えー、J リーグプロなのか、いや、学生スポーツなのか、社会人スポ社会人サッカーなのか、みたいなことをご想定するのも面白いかもしれません。で、えー、仮にタイトルをつけて、えー、書き始めます。執筆ですね。えー、まあいまだに、今時ペンで書く人いないと思いますが、まああのー、書くときは、1話、1冊にしてください。 あの特に印刷するときに、紙もったいないとか、特に出版するときにあの、1話1冊だと短すぎて本にならないみたいなことをよく言われるんですが、あの学習者からしたら、やはり、短かろうが1冊なんです。はい、あの一緒になってると、やっぱなんか読みにくいという部分もありますので、 なるべく一話一冊で、えー、合法化しないということを、えー、覚えておいてください。でさっきも言いましたが文はなるべく短く簡潔に書きましょう。そして自然な日本語を心がけます。漢字には、まあ、私たちは全て振り仮名をつけました。わかりやすいストーリー展開を心がけました。はい。あのー、もともとあるストーリーのリライとであっても、 あの学習者に合わせて、えー、理解しやすいような、えー、書き入りライトというのをしていただけるといいと思います。それから、語彙文法に関しては、もう先ほど申し上げたとおり、はいまあ、このあたり、さっきも申し上げたので、えー、もう繰り返しません。はいであのなまあ、ここだけ大事なので、もう一度言いますが、写真絵や写真に関しては著作権に十分留意しましょう。 それから、えー、製本するときに、あの、まずは試し釣りをしてください。画像の位置やサイズ、見やすさを調整していきます。で、フォントサイズ、これ大事です。えー、特に2アップで印刷する場合は70、70%の大きさになります。小さくなります。ので、あの、Ruby も小さくなる。 ので、もう初めからフォントサイズはちょっと大きめにしといて、で、ツアップで印刷したときのことを考えて、えー、設定をしてください。で、えー、奥書きに記載しておくと、あのー、本をこう、アップデートしたときに、えー、あ、これは第何版やなっていうの分かりますし、あとは発行者なども分かるので、えー、良いと思います。あとはもう最近は、 あの紙に印刷するというのもあれですが、まあ、PDF 化して共有するとあの、パソコンやタブレット、スマホでも読めるので、えー、共有しやすいと思います。ただ、デジタル化すると、それはもういろんなところにで共有される可能性があるので、著作権にはくれぐれも、著作権、肖像権にはくれぐれもご注意ください。 どこに行くか分かんないですよ。学習者は悪気があって共有するんじゃなくて、この本すごく面白いから読んでみてとか、私この本読んだのとか言って SNS でシェアとかすると、それがどんどん広がっていく可能性はありますので、はい。えー、そのあたりはご注意ください。はい、えー。以上、オリジナル多読ブックの作成方法についてお話ししました。 はい、えー、いよいよ最後になりましたが、多読ブック作成活動ということでお話をしていきます。先ほどのオリジナル多読ブックの作成に関しては、あれは先生方ですね。先生方が学習者に向けて、多読の本を、他読ブックを作成する、えー。そういった時の方法についてお話したんですけども、今度は先ほど私の,あの授業実践例でもご紹介しましたが、 多読をやっていた学習者が先生私もこんな本書いてみたいとねえー、ったことから今写真にあるようなあの自主研修旅行のレポートであるとか私の旅行といったこういった本を学習者が、えー、自主的にやりたいということで、まあ、こういうエッセイコンテストを行って、まあ、ここにあのコンテストの,あの投票箱なんかも作ったんですけどみんなに えー、書いてもらった作品を、えー、読んでもらって投票するというコンテストを行いました。でそれをもとに、えー、他の研修でですね、あのー、学習者に、じゃあもう、他読をやってもらった後に、今度は学習者にその研修、例えば1ヶ月の研修であれば、研修について、研修内で行った、えー、活動を本にまとめてもらおうと。でそれを、えー、成果物にしようと。 いうような試みを行いました。でそれを我々は、多読ブックの作成活動と呼んでいます、えー。それについてご紹介をしていきます。なので、あのー、これご覧になっている方も、もし、あのー、学習者にもこういう本をぜひ作ってもらいたいと思っている方がいれば、えー、これ、続きを聞いてください。では、えー、始めます。多読ブック作成活動に関しては、 まあ実際に多読をまずやってみましょう。多読をやってもらって、学習者に多読とは何ぞや、多読ブックとは何ぞやということを知ってもらった上で、観光や体験を通じた、えー、リソースの収集を行います。はい。まあ、何について書くのか、いろんなこう日本であれば日本の体験あると思いますし、別に日本じゃなくても、その学習、えー、教育現場、 で何か行ったことがあれば、例えば何、何高校で旅行に行きましたとか、遠足に行きましたとか、えー、夏休みがあったから、夏休みにやったことについて書こうとか、そんなことでも結構です。別に日本に絶対行かなあかんとか、そういうわけではありません。で、えー、実際に学習者に多族のブックをえ作ってもらいます。で、えー、ああ Google 翻訳とか、 ですね、ええーまあ、翻訳ソフトを、えー、多用しなければ本来の学習者の日本語レベルで書いたのであれば、まあ、レベルとか語彙に関しては、まあ、その学習者の,、えー、その当該レベルに応じて、えー、できるはずなんですが最近はちょっとね、えー、翻訳ソフトなんかを使う人も増えているので、まあ、その辺りはこう,うまく、えー、学習者にも、えー、どうしても 使わなければいけないときは、使っても良いとするのか、絶対使うなとするのか、そこは分かりませんが、ただ全部を翻訳ソフトで書くのはやめてくださいというようなことは、えー、きっちりルールとして作った方がいいと思います。で、えー、発表会や、えー、その、投票ですね、コンテストなどを実施すると。はい。こういった流れが、タ読ブック作成の活動になります。 で他にもですね、えー、メキシコ創作絵本コンテストというのが、えー、2021年に開催されました。残念ながら2022年はちょっとコロナで、えー、開催できなかったんですけども、はい、このような、えー、私も審査員として参加させてもらいましたが、非常に、何、えー、ですかね、優れたというか、もうほんま面白い、えー、あの作品がいっぱい出てきまして、えー、見てて、審査しててすごく楽しかったです。 はい、でそれはもうあの学生個人であったり、グループで、えー、グループなんか本当にイラストとかもすごくプロ、プロ、プロ、プロですかっていうような人もいたりとか、その辺は分業していたりしたものもあって、あのすごく、あのなんですか、レベルが高いものでしたね、はいでえー。審査員が入賞作品を選出しました。こういった、えー、実践もあります。 また、えー、先ほどから紹介している、私が担当していた、えー、外交官公務員の研修において、まあ、セルフスタディートリップですね、えー、のエッセイコンテストというのを、えー、行いました。で、あの毎年、えー、2016年から毎年開催してまして、あの旅行の、えー、エッセイを、まああの、全員じゃないです、はい。希望者のみ書いてもらって、で、応募作品を製本して、 えー、出してくれた人にはあげると、まあ、それだけでも自分の書いたものが本になってもらえるので、まあ、本といっても印刷したものをあの、えー、ホッチキスで止めただけなんですが、それでもすごく記念になりますし、あのー、学習者の中には自分で印刷してそれを、あのー、知り合いの日本人に配っている人もいました。で、えー、投票で優秀賞を選出しました。こう,こういうことをすると、 何がいいかというと、どんどん毎年、その学習者が書いた本っていうのがたまってくるんですよ。それも読み物、他読の読み物になりますし、あと、その本を読んで、あ、じゃあ私、セルフスタディートリップどこに行こうかしらという時のあの、旅行ガイドブックじゃないですけども、参考になると。それを読むということは、日本語の勉強にもなりますし、他読にもなりますし、はい。 そしてそれを読んで、これやったら私も書けそうと思って、また書く人が増えていくという、すごく良い連鎖につながっていました。それから、インドネシアの大学教員と大学生の合同研修においても、以下のような多読ブック作成活動が行われました。 でこちらはあの下に書いております、えー、和栗田中の多様な研修における多読ブック作成の試み、えー、国際交流基金日本語教育企業の第18号に詳しく、えー、書かれておりますのでそちらを、えー、ご参照ください参考文献にも貼っておきますでこのような多読ブックの作成活動を行って、えー、まず特徴としては 学習目標に合わせてさまざまな現場で応用して取り入れやすいと。まあ、他読というインプットですね、えー、まず活動を行った上で、あで、のー、それを実際に自分でも作ってみるという活動につな,がりつなげやすいです。で、他読ブックは作品として非常にイメージしやすいので、学習者も、おお、これを作るのかというのがすぐ分かってくれます。 表現方法は多様で個性を発揮しやすい。あのストーリー仕立てではなく、えー、ずっとクイズで進むっていうクイズ形式で、えー、質問があって、次のページめくったら答えが写真と一緒に載ってるみたいなあの個性的なものもありました。日本語レベルが低くても取り組める点が、えー、非常に特徴的です。A1 レベルからできます。それからプロセスを経て作品を完成するため、対象への理解が深まりやすいです。 自分たちで、えー、気づいて考え、そして主体的に行動する仕掛けがあります。はい。えー、おおですね。こう外を歩いていても、これってもしかしてネタになるんじゃないのっていうような気づきであったりとか、えー、あ、これをこういうふうに書けば、あの、本になるんじゃないか。みんな、あの、学べるんじゃないか。とか、先生方が作った、 あのオーストラリアの先生とニュージーランドの先生が作った本っていうのはすごく面白くて来年あの学習者を引率してあの旅行で来るのでその時のために電車の乗り方の本を作りましたとかあすごくあの実践的だなと思ってあのそこそういうのはすごくいいなと思いました、はい、とかその日本の食べ物の値段をリサーチして、えー 大体十何ドルで一日十何ドルでこんだけ食べれるよみたいな、えー、ものを作られてたりとかあのすごくもう本当にパペルソナですよねあの。自分の学習者にぜひ伝えたい読んでもらいたい知ってもらいたいっていうことを本にするっていうことを研修でされてる方もいてすごくいいなと思いました。 個人でもグループでも取り組みやすい点も特徴です、はい。気をつける点なんですが、やはり写真や画像を利用するにあたっては、著作権や肖像権に、えー、注意をしましょう。どうしてもね、学習者だと、あの何でも写真撮ってきちゃうのであの、そういった説明をきっちりした上でえで、ー、やる、それから SNS 等で公開する場合は、権利処理等が必要になります。 例えば、あの、日本の駅だと、勝手に写真撮っちゃいけないんですね、駅の中を。はい。あの、その場合は、駅長さんとかに許可もらわなきゃいけないので、あの、そういった、えー、権利処理等も必要になってきます。それから、翻訳ソフトの利用可否について、事前に検討、周知。先も申し上げた通りです。Google 翻訳とか、えー、ああいったものを使う場合は、どこまで使っていいのかっていうのを、 先生がしししっかり考えた上で、えー、周知しましょう学習者に強制するのではなくこれも書きたいと思わせるで思わせるためには多読で読んでみて多読やってみてあこれ多読面白い私もこんなん書いてみたいと思わせるそういう仕掛けを作っていくことがまずは大切ですそれから教師の添削や修正っていうのはあくまで最低限にとどめましょう もう,もうまかかに修正して返されると、学習者、せっかく書いたのに、こう、うわーってなりますので、もうそこは、先生も完璧にしたい気持ちは分かりますが、でもそこは学習者の、その、まあ、言ったら、本は、なんですか、創作作品なので、そこにあんまりこうね、えー、人が他人が手を出すべきものではないと思いますので、 はい、あんまりこうねえー、何でもかんでも直すっていうのは学習者のモチベーションを下げる要因になりますのでそのあたりはこう手加減しながら行ってくださいはい以上「多読ブック」の作成活動についてお話をしてきましたはいえー、ここまでえー、多読に関して いろいろとお話をしてきました。皆さん、いかがでしたでしょうか、えー、長時間のお付き合い、本当にありがとうございました。では、はじめに、えー、申し上げた目標の確認を行っていきましょう、えー。多読の基本を理解する。多読授業の方法を学ぶ。オリジナル多読ブックの作成方法を学び。 実際に作ることができるようになる。他読ブック作成活動について学ぶ。この4つの目標をはじめに、えー、皆さんに提示しました。いかがでしょう、えー、この目標は達成できましたでしょうかどうですかできたあやったそしてはじめにも申し上げましたが、 この目標を、ね、学んで理解しただけではなく、実際に授業で使ってやれそうでしょうかこちら、えー、ぜひぜひ、えー、皆さん、実際に、えー、教育現場で活用していただければと思います。はい、えー、これは大丈夫でしょうかはい、えー、大丈夫ということで、 本日のこの研修はゴールおめでとうございます。はい、以下参考資料です、えー。今回の研修に際して、えー、こちらの、えー、資料を参考としました。特にあのタ言語多読の、えー、皆様が、えー、この、えー、2022年です、ね。 つい、えー、この間、今年の,あの春かな、に、えー、発行されたですね、日本語多読上下巻こちらはあの、私は電子書籍で購入したんですけども、海外にいる方でも電子書籍で購入できますので、えー、非常に、あのー、おすすめです、あのー。実際に、なんていうんですかね、多読の基本、今日申し上げたようなことも学べます。これ、上巻で学べます。 で下巻の方では、最近の、あのー、コロナになってからのオンラインでの多読の試みなども紹介されているので、ぜひ、あのしかも結構あのお買い得の、そんな高くない、はいえー、お値段、リーズナブルなお値段なので、はい、この2つ目の参考資料ですね、日本語多読上下巻こちら、ぜひぜひ、えー、なんら1円ももらってないですけどね、はい、読んでいただければと。 あとは、あのこの、えー、先ほども紹介した和栗田中の、えー、国際交流基金、日本語教育費用。こちらもあの国際交流基金のウェブサイトで無料で公開されておりますので、えー、ぜひご覧ください。はい、えー。それからですね、何度か今日の、えー、動画の中でもご紹介してきました、オンライン多読ライブラリーというものを えー、作成ししてて公開しておりますでこちらではあの、無料で公開されている多読の、えー、本ですね、えー。と、あと音声があるものは音声も合わせて、えー、パドレットを使って公開しています。でこれはあの、なんとなくなんですけど、レベルごとに、この縦のラインごとにレベル別になってまして、 で、あのー、大きな机の上に本がたくさん並んでいると、えー、本のカバーを見ながら選べるというような、えー、そういったイメージで作っています。あのー、300、5 0冊ぐらい今あると思いますので、はい。もう無料な、無料の本だけでもそれぐらいあ,あるんですね。はい。なので、まずは、家族ちょっとやってみようかなと思った方は、こちらを、えー、利用、 しててやってみるとといいいいうのも、えー、いいと思いますであのそれでやってみた上であの、出版されているものなども購入、えー、して付け足しながらあの、多読を始めていかれてはいかがでしょうか。はい。えー、こちらのリンクからアクセスできますので、えー、ぜひぜひご利用ください。 はい、リンクフリーです。えー、皆さん、どんどん共有してご利用ください。こちらはあの国際交流基金、ケル日本文化会館の方で、えー、作成しているものなので、はい、それから、あの、他のサイトの、えー、公開されている、他読の本を公開されている皆さんには、許可得て、えー、リンクしておりますので、えー、問題ありません。どん,どんどん学習者の皆さん、それから、えー、と、同僚の皆さんにもシェアしてお使いください。 はい、えー、以上です。本日は、えー、長い時間、この動画を、えー、見てくださってありがとうございます。えー、そうですね、多読に関して何か、えー、質問であったりコメントがあれば、えー、また、ケル日本文化会館まで、えー、メールをいただければと思います。はい、それでは、えー、これで終わります。どうもありがとうございました。